どうも、小雪です。皆さん、悪魔の実大好きですか？大好き、やっぱ大好きですよね。僕もめちゃめちゃ大好きなんですけど、ワノ国編もいよいよクライマックスに入ってるということで、もうとんでもない展開が行われてるじゃないですか。もう悪魔の実も別の名前やった、こんな名前やったみたいな、他にもそんな名前あるんちゃうかみたいなことを予想してるわけなんですけども、まずそもそも悪魔の実の前にルフィとカイドウの戦いがもう熱すぎるんですよね。もう今まで見たこともないぐらいのスケールの戦いが繰り広げられているんですけど、今思い起こせばカイドウがボロブレスを初めて出した時、オレンジを吹き飛ばしたじゃないですか。あんなね、強ほんまに勝てるんかーいっていう感じで頭からも見せつけられちゃったんですよね。その後ルフィが不意打ちをついて、その時の持ってる全ての技ギアフォースで応戦したんですけど、返り討ちになっちゃうということで、それぐらいね、もうインパクトのあるワノ国の出しだったわけなんですけど、最近のジャンプではもうそのルフィが人の実幻獣士モデル2価としてまあ覚醒しましたと、地面をゴム化させてそのボロブレスをビョヨーンとボヨーンと跳ね返してるわけなんですけども、こんな戦い、同じ能力者同士の戦いでも三冠のバギー戦からはですね、もう想像のつかないぐらいのスケールの戦いを繰り広げるっていうんですね。で、こんな激しい戦いが起きるのも、この2人がですね、幻獣種の能力者同士っていうのがもちろんあるんですけども、そもそもゾーン系幻獣種ってロギア系より希少って言われてる設定、皆さん覚えてますか？でもここで思うのが、ワノ国って幻獣種集まりすぎじゃないっていうことなんですよ。ワノ国編ってゴムゴムの実の秘密が明かされたりしたわけなんですけども、もはやその勢いで悪魔の実の謎とか古代兵器の謎とか物語の根幹までもう分かっちゃうんじゃないかなっていうところまで来ると思っております。特に現実世界にはいたのかいなかったのかどっちなんだいみたいなね、能力を宿した幻獣種の実は特にまあ謎だらけなわけなんですけども、そういうわけでですね、ここに来てちょっと考察要素を交えながらこんな企画をやってみたいと思います。悪魔の実ゾーン系幻獣種まとめ。はい、ということで早速一つ目なんですけども、この実からいきましょう。人の実幻獣種モデル2価ということで、大事なのはですね、ここでモデル太陽の神2価と入ってないことなんですよね。フーズフーさんの説明では、実在したのか妄想なのかっていうことで、実在したとは言い切ってないんですよ。ということは、太陽の神っていうのはその2価からしたら通り名なわけじゃないですか。太陽の神2価ではなくて、2価という名前だけついてるところが僕は大事かなと思ってます。概要としては、もう連載25年間ですね、僕たちはゴムゴムの実だと思ってたんですね。ルフィの悪魔の実を、みんな騙されました。人の実幻獣種モデル2価だったわけなんですけども、このあたりもいくつか紹介しますけども、2価の実っていうのはゾーン系の悪魔の実で、唯一僕たちのいる現実世界において聞いたこともないような太陽の神2価というものだったんで、まあ、結構衝撃を受けた読者もいるんじゃないでしょうか。大口の真神とかだったら聞いたことはないだけで、神様図鑑みたいなのを見るとちゃんと載ってるんですよね、守り神として。でも2価ってどこにも太陽の神としては載ってないので、マジでめっちゃびっくりしたんだけども、2価の体はゴムそのものの性質をちゃんと持っていて、空想のままに戦い人々を笑顔にしたという解放の戦士という風に呼ばれていました。ルフィはこれまでの戦いでそのゴムの特性を生かして伸縮性を応用する技をたくさん使ってきたわけなんですけども、鬼ヶ島でカイドウに敗れた後、ルフィがおそらく人獣型だと思われるような状態に変化して覚醒してますよね。で、覚醒するとゴムの体にさらなる腕力と自由を与えることができ、髪も服も真っ白になることが特徴で、五老星曰く世界で最もふざけた能力というふうに言われています。で、ルフィは今まで技を進化させ続けているわけなんですけども、皆さん覚えてます？ギアセカンドってジェット○○じゃないですか。で、ギアサードならギガント○○じゃないですか。で、ギアフォースなら強そうな動物の名前コングだったりレオとかだったりつけているわけですけども、ちなみにルフィが食べた悪魔の実が幻獣種の実だったという伏線はですね、覚醒前から匂わされていたことを皆さん気づいていました。それが覇王色をまとってからのロックガンとかロックとかヒュドラっていう伝説上の生き物だってことなんですね。まさに空想のままに戦うという特徴にもまあ当てはまってますし、こういうところが今週のカイドウのセリフにもあるように、心身が能力に追いついた時に起きるのが覚醒だという、覚醒の条件について、ルフィの心が追いついたと、ルフィの想像力が追いついたというふうにも見えますよね。そんなニカの能力の覚醒状態なんですけども、足元をトランポリンにしたり、ボロブレスを跳ね返したり、ドフラミンゴが周囲を糸に変化させていたようなゾーン系でありながらパラミシア系のような周りにも影響を及ぼすような効果があるわけじゃないですか。
ただちょっと異質なのが、先週と今週と連続でカイドウの体までもがゴム化してるんですよね。こんな感じでお腹の中から風船でバーって膨れ上がったりとか、殴るんですけども後ろになんかこうやってボコ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 出てる。これってゴムを殴ってるのと同じような感じですよね。ドフラミンゴやカタクリの覚醒を見る限り、影響範囲は無機物限定というのがなんとなくそのパラミシア覚醒の一般的なルールだったと思うんですけども、今回ルフィの攻撃っていうのはカイドウの体の形をも変化させてしまってるわけなんですよね。これはニカだけの特別な力なんでしょうか。そしてこの覚醒のもう一つの注目ポイントとして、カイドウや仲間の目が飛び出したりとか、周囲の人間までもがトムとジェリーみたいなギャグテイストになってしまってるんですよね。こういう最終決戦のさ、緊迫感の必要なシーンでこういうことを平気でやってくる小田先生ってすごすぎませんか。まさにそれこそが自由な表現をするニカって小田先生そのものですよね。ニカを世界で最もふざけた能力とするなら、この影響っていうのはもうニカのものっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。こういったふざけたシーンって昔からめっちゃあったわけですよ。こういうシーンからちょっと考察1個思いついちゃったんで、高評価5000以上にしようかな。5000以上でまた動画撮ろうと思うんで、見たい方はぜひね、今すぐ高評価だけ押しといてください。お願いします。ルフィだけでもこんだけね話しちゃえるんですけども、ここからも出てくる既存の幻獣種をですね、どんどん紹介しながら考察を話していくんで、ぜひ楽しみにしていてください。まず2つ目ね、トリトリの実幻獣種モデルフェニックスですね。バルの能力ですか。そうです、マルコさんですね。今回の鬼ヶ島決戦でカイドウの次に連戦しているんじゃないかっていうぐらいのマルコですね。マルコの方多分全滅してんじゃないかなっていうぐらい活躍してますよね。今回の戦いでビッグマム、ペロスベロ、クイーンとキング、カイドウを一時的にちゃんと足止めしてかなりの活躍を見せてくれています。マルコが食べたトリトリの実幻獣種モデルフェニックスっていうのはもう作中でも最強の部類に入ると思うんですけども、そもそも不死鳥っていう名前からも最強感あるじゃないですか。あ、話は変わりますけど、ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密見ました。これから見に行こうと思っております。不死鳥に変身することができて、鳥としてのカギ爪を生かした蹴りとか引き裂き、飛行能力などを備える上に青い炎っていうのをまとって、いかなる攻撃を受けても炎とともに再生されるってすごくないですかこれね。フェニックスってのはちなみに古代ギリシャの神話の伝説の鳥らしいんですけども、身にまとう青い炎っていうのは復活の炎とか再生の炎というふうに言われていて、これをまとっていると驚異的な速度で傷などを回復することができると。他の能力で見られないような特殊能力がすごいんですよね。チウチウの実とかそういう回復系の能力ももちろんあるんですけども、やっぱ戦いの中でちゃんと回復させていくことができるってすごいことですよね。でこの回復能力は大将キザルからの攻撃を直撃しようとも一瞬のうちに回復できることなんですね。いきなりキングはトレーニーでいろいろ良いっていうところでね。ただ SBS によれば回復力には限界があって、まあこれ当たり前ですよね。絶対的な不死というわけではないそうなんですよね。また炎をですね発現させた手や足のみを不死鳥のそれに変えることもできて、両腕を翼に変えるだけでも飛行可能なんですよね。よくこれで偵察とかねマルコは言ってましたけども、再生の炎を人型の時からも使うことができるということで、すごいやっぱ自分の能力を熟知して使いこなせてるんだなっていうふうに思います。でこの再生の炎っていうのは他人の再生力っていうのを上げることができるということで、傷の治療などに使うことができる。でただその影響っていうのは基本的に微々たるもので、自身と同じような急激な回復っていうのは不可能なようです。でこの再生の炎は特殊な炎とマルコも言っていて、まだ謎は多いんで、またちょっと違う使い方っていうのがこれから見られるのかもしれませんよね。高熱を発したり物質を燃やして範囲を広げたりとか、一般的な炎とは全く別物と。そしてプロメテウスがこれは再生の炎を当てられた時になぜかダメージを受けてたりとか、その辺の謎は解明されておりません。これは RPG とかでよく見られるような闇属性のやつに白魔法をかけたら効くみたいな理屈と同じかなみたいに思ってます。はい、続いて3つ目、ヘビヘビの実幻獣種モデルヤマタノオロチですね。憎きオロチ将軍の実なんですけどね、これはね分かってないんですよ。見た目はねもう分かりやすく8つの頭を持っていて、伝説の生き物ヤマタノオロチから来てるんだなっていうのが分かるんですけど、本編でしっかり明かされてるわけではないんですけども、おそらくですよ復活能力は多分オロチにもあるんですよ。カイドウに首を切られても無傷でまた出てきたりとか、これ結局どういう原理なんでしょうね。カイドウも赤鞘も全員首を切り落とそうとしているんですけども、首を切ったら能力が発動するのか蘇生能力があるのか分かんないね。あとね特定の刀だったら切れるとか、特定の順番があるとか、8つ同時に切り落としたら殺せるとか、まあいろんなルールが多分あるんだろうなと思っているんですよ。でこのままオロチがやられてしまいそうなので、最悪死んでしまう可能性もあるんですけども、もし転生した先の実を黒ひげ海賊団とかに取られたらめちゃめちゃやばくないですか。ただでさえ黒ひげはティーチもケルベロス説なんか言われて3つの魂を持ってるなんか言われるんで、3つプラス8つとかだったらもう収集つかへんやみたいな、多分怖いっすよね。
使っていたのがオロチなだけに宝の持ち腐れ感はあると思うんですけども、それでも狡猾にやったとはいえ、オロチの能力でもちゃんとヤマタノオロチの能力を駆使して今の地位をずっと守り続けたという点についてはやはりそれなりに強い能力なんだろうなというふうに思いました。続いて4つ目いきますよ。ウォーウォーの実幻獣種モデル星竜、これ皆さん大好きでしょ。4項カイドウの食べた実になるんですけども、簡単に言ったら竜に変身できる能力ですよね。口からボロブレスという熱い炎の息を出したり、雷とかカマイたちも出すというロギア系も真っ青なことをするんですけど、回転すれば竜巻も起こすことができるというフェニックスっていうものが回復力に特化しているのであれば、セリューは攻撃力に特化したような幻獣種の能力かなというふうに思いました。で、ワンピースマガジンでも特集されてた時に、天変地異を巻き起こすレベルの規格外で多種多様な攻撃を可能とする能力というふうに書かれていたので、悪魔の実の中でもこのセリューっていうのはかなり特殊な部類なんでしょうね。能力でホムラグモを生み出し、それを掴んで飛ぶことができるっていうのもすごいですよね。竜って雲を出して掴んで飛んでたんだっていうのも分かったっていうのはすごいね。で、カイドウクラスにもなればふわふわの実のように島ごと浮かすこともできるんですよね。ふわふわの実、皆さん分かります？ストロングワールドっていう映画に出てきたボス四季の能力なんですけども、島とか、ね、浮かすことができるんですけども、それも雲を出して浮かすっていう発想がまずすごいですよね。これどこまで大きいものを浮かすことができるんだろう。今島一つ浮かしてるから、メルビアを浮かしていた四季と同等ぐらいのことができると思うんだけど、一応その百獣海賊団にも船があるじゃないですか。だからそういう船とかも結局ホムラグモで囲って浮かしていったら四季と同等のことはできちゃうわけじゃないですか。空飛ぶ海賊なんてことも四季は異名として言われてましたけども、百獣海賊団も海からも空からも攻めることができるって、そりゃ強いよね。酒を飲んで怒り上戸とか殺戮上戸になったりするのは、青龍とはまあ関係がないカイドウの人格だと思うんですけども、物語の終盤のボスとしてはもうふさわしい超強力な能力ですよね。続いて5つ目、ヒトヒトの実モデル大仏。これが一番僕たちが見たヒトヒトの実の幻獣種かなと思うんですけども、戦国が食べた悪魔の実で体が金色になり、さらに巨人族並みに大きな体に変身できる能力なんですけど、はっきし言うとね、これしか分かってないんですよ。衝撃波らしきものを出すんですけど、いまいちその強さも分かれへんと。ただ戦国って言っても元帥にまで上り詰める実力あるんで、能力が相当強いことはなんとなく分かりますよね。大仏ってっていうのも、僕たちは直接技とか食らったり戦ってるシーンを見たことがないんで想像つかないんですけども、きっとすごい多分衝撃波以上のことをするんでしょうね。もしかしたらね、攻撃特化じゃなくて防御力特化とかいろんな特性がありそうな気もします。戦国の戦闘シーンはあまりないのでわからないことが多いんですけども、ヒトヒトの実幻獣種を食べたキャラクターが作中にもう一人いますよね。そちらに注目してほしいんです。ヒトヒトの実幻獣種モデルオーニュード、こちらもですねちょっとマイナーに思われがちなんですけども、下月牛丸が飼ってた狐の鬼丸が食べていた悪魔の実で、大柄な人間になることができる能力なんですけども、まさかこれがね、狐が化けてると思ってたんで、まあ忍法みたいな感じで変身の術みたいに化けてると思ったんですけど、まさかまさかのね、この武蔵坊弁慶みたいな入れたちは悪魔の実の人々の実だったってことなんですよね。トナカイであるチョッパーと同じように人型に変身するときは人間とも話すことができるんですよね。で、この鬼丸、元の姿であるときは人の言葉を話すことができないんです。それに対してチョッパーはトナカイの姿の時もバリバリ人の言葉で話してるんですよ。やっぱりチョッパーが食べた人人の実って絶対なんかまだモデルがあって明らかにされてないだけですよね。ただ泳げなくなるだけではないはずなんですよね。いわくつきの悪魔の実だと思ってます。以前マシュ君がチョッパーが食べたのはエボエボの実っていう風な考察をしてくれたんですけど、これはエボリューションっていう進化っていう意味なんですけど、見た目が果実ではなくて、見てくださいこちらキノコなんですよね。キノコっていうのもかなり不自然な点なんですよね。人人の実でなんでキノコなんだろうっていうことなんですよ。クイーンほどの科学者でも四段変形みたいな体の変化を起こしたりできていないので、そう考えると今まででチョッパーの能力とか全部怪しく見えてきますよね。ブラックマリアのところでようやく波長を変えて、上半身だけはブラックマリア、下半身だけがゾーン系の能力になってるっていう変身があったので、そうやって波長をずらすってことが初めてそこで説明されたわけなんですけど、チョッパーはもう遥か前からそういうことをやってるってことが、ね、すごいですよね。ちょっと大乳道の能力からはちょっと話がそれちゃいましたけども、人人の実幻獣種についてでした。続いて7つ目、犬犬の実幻獣種モデル大口のマカミですね。これも出てきた時びっくりしましたね。みんないろんなことを考察したんですけど、当たってる人もいなかったんじゃないかな。こちら人獣型獣型というふうに全ての形態が見えてるんですけども、マカミとはですね、すでに絶命している日本狼の異名だそうなんです。神格されたものということらしいんですけども、ちゃんと日本書紀にも登場していまして、ヤマトタケルの御事がですね、統制の際にですね、まあいろいろあるんですけども、
ども、その時に助けてくれたのが、この狼、大口の真神ってことになってるんですね。で、その際に、ヤマトタケルは、白狼、白い狼に、大口の真神として、この御嶽山に留まり、すべての魔物を退治せよというふうに命じたそうなんですよ。で、カイドウはこの悪魔の実を、魔の国の守り神っていうふうに呼んでました。ヤマトに食べさせる気はなかったみたいなことも言ってますけども、この魔の国の守り神という話に関して、まだ回収されていないわけなんですよね。なんで守り神って、お前侵略者側なのに守り神ってどういうことやねんっていうことなんですけど、まあ、先日ルフィのニカの姿が全身真っ白なことが判明しました。スーロン化の話をこちらの考察会に詳しく話してるんで、ぜひ面白いんで見てほしいんですけど、これヤマトの獣型の姿も全身真っ白なんですよね。ワンピースにとって白という色はやっぱり特別な色として扱われてるんだなっていうのはよくわかります。まあ、先ほどの動画でも紹介したんですけども、その白について深いところまで掘ってるんで、ぜひね、見てほしいです。はい、次8個目なんですけど、同じく犬の実からです。幻獣種モデル、キュービの狐です。キュービの狐に変身する能力でね、まさにナルトって感じですけど、キュービの狐ってそもそも何かっていうと、尾っぽがまあ9本ある狐の妖怪なんですって。ナルトでは化け物っていうイメージがありましたけども、そのキュービの狐っていうのは日本の妖怪っていうイメージは強いんですけども、実際には古代中国神話に存在する化け物のことなんですって。特殊な能力の一つとして他人そっくりに化けることができるんですよね。他人そっくりに変身する能力といったらミスター2ことボンクレイなわけなんですけども、マネマネの実とは違って服装までもちゃんと化けてるんですよね。マネマネの場合はこちら見てほしいんですけども、服装はボンちゃんのままなんですよ。だから完全なる上位互換の実だなというふうに思ってます。マルコとかヤマトとかの戦いを、まあ、見ている限りでは、まあ、おそらく犬としての攻撃があったりとか特殊な攻撃方法っていうのは多分まだあるんだと思うんですよね。美少女に化けて男性をたぶらかすというような言い伝えもあるため、今後美女に化けてサンジが騙されるみたいなお決まりの展開ももしかしたらあるのかもしれません。では最後に原作以外に登場している悪魔の実を3つパッと紹介しましょう。1つ目はバットバットの実、幻獣種モデルヴァンパイアということで、ワンピースのゲームアンリミテッドワールドのレッドに登場するやつですよね。吸血鬼になれるという、これも幻獣種でしたね。今思ったらこれって人の実、幻獣種モデルヴァンパイアとかになりそうですもんね。はい、続いて10個目に行きます。犬の実、幻獣種モデルバケタヌキということで、うわ懐かしいですね。こちらもアンリミテッドワールドレッドに登場する万年筆ペトが食べたバケタヌキになるんですけども、これ可愛いよね。これね、俺ワーコイ欲しいなと思うもんね。はい、続いて最後11個目、トリトリの実、幻獣種モデルヌエということで、こちらですね、2017年に開催されたワンピース連載20周年記念のイベント、京都麦わら道中記もう一つの和の国で公開されたトラツグが食べたヌエになるんですけどもね、これも良かったですよね。ヌエっていう怪物がね、悪さをするんですけども、それが実はトラツグっていうもう一人の主人公が正体だったというのが分かって、うまいなというふうに思いました。しかもこの時のイベントの面白いのは、このちゃんとトリトリの実の幻獣種モデルヌエの悪魔の実が現地に置かれていたことなんですね。これがちょっとね、なんか僕はいい演出だなと思いました。まあヌエっていうのは日本の妖怪のことで、顔は猿で手足は虎、胴体はライオンで、尾っぽは蛇、パッと見はもう鳥感は全くありません。ただヌエは飛行能力があるそうなんですね。はい、というわけでここまで現在出ている幻獣種全て紹介しましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ合計ね、スピンオフも入れたら11個あるそうです。小雪チャンネルですね、たびたび悪魔の実に関する幻獣種に関することいろんなことをまとめ動画を出してるんですけどね、久しぶりにちょっとねこれやりたいと思います。今後登場しそうな悪魔の実ということで、今年に入ってからこの企画1回もやってないんで、今この状況を見て今後ね登場しそうな悪魔の実の幻獣種予想コメント欄に書いてほしいんですよ。その中から僕がピックアップして本当に出てきそうだなっていうところをまた紹介する回を取りたいと思ってますんで、ぜひね使う能力者の名前とか技の名前とかをね書いて、ぜひコメント欄に投稿してください。早かったらまた来週とか動画撮りたいなと思ってますんで、ぜひコメントください。今テロップが出てるように、何々の実幻獣種モデル丸々と書いてほしいです。注意事項なんですけど、一人何個も投稿していただいて構わないですけども、必ず一つの投稿に対して一つの悪魔の実でよろしくお願いします。名前とともに紹介させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画が面白かったよという人はぜひ高評価してください。高評価が5000以上だったら、このコメント欄で集めた幻獣種会をやりたいと思っていますし、またね今年に入ってから悪魔の実のまとめをまた出したいと思っていますので、ぜひ見たい方は高評価をお願いします。そして各種 SNS 僕やっておりますので、ぜひね Twitter、Instagram、LINE ライブぜひフォローしに来てください。 Twitter とかではね、今日食べたものなんだとか、最近のおすすめなんだとか、いろんなパーソナルな情報を届けてますので、ちょっとでも僕に興味を持ってくださった方はフォローしてやってください。よろしくお願いします。8月6日ワンピースフィルムレッドが公開されるまでに50万人を目指してます。
はい、50万人まであと6、7万人ぐらいですか。皆様の清き一票でポチって50万人を達成させてください。よろしくお願いします。それではまた明日もお会いしましょう。バイ。